こんにちは、みゆです。森です。本日は、足立区西新井にあるプライベートゴルフクラブ321さんにお邪魔してます。321なんですけど、何が321なんですかね。どこが321なんですか。ここ。そうで、これ3が2つあるから321っていう。まあちょっとなんか遊び心があるみたいです。普通に321だと。なんか面白くないから。そういうちょっと数ってことなんですね。そう。謎が解けました。本日も今日私の100切り企画でまたレッスンをお願いしております。よろしくお願いします。みゆちゃん、今日ここ初めてだと思うんですけど。僕も初めてなんですけど、どうですか、入ってみて、なんかこう印象みたいな。すごいですね。なんか個室、もう一室まるまる使えで、シミュレーターのところでも飛距離だったりスピードだったりボールスピードとかなんか知れるのいいですね。あと打ってる打席の後ろでもなんか飲食ご飯が食べれたりとかなんか友達とワイワイできそうな空間ですごい使いやすそうです、ここ。なるほど、そうですよね。まあそんな感じでちょっと今日はここを利用させていただいて森ちゃんのレッスンって形でこれからやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。で、今日はまず3つというかアイアンショットで、その次ドライバーでアプローチの順番でちょっと今日は見ていこうかなと思います。はい、やりました。最初はアイアンで、はい、で9番アイアンですね。ちょっと入ってもらって、はい、練習ちょっとどういうスイングになってるのかなって思う。はい、どうかなと、練習サボってないかなって。かわいい。やっちゃいました。みゆさんは9番アイアンでだいたい飛距離どれぐらい出ます？9番だとだいたい70ちょっと80いかないぐらいですかね。まあ70超えられるぐらい。そうですね、だいたい多分そのぐらいだ。だいたい入ってるんだけど、まあね、当たり損とかもあると思うから全部あると思う。そしたらこのまま今真ん中にセンター白いがあると思うんですけど、はい、そのままこうまっすぐのラインにちょっと75ヤード、はい、打ってみてください。わかりました。まっすぐまっすぐわかりました。うまいな。いいですよ。いいですよ。うん。まっすぐちょっと待ってください。左右の角度、はい、R8.9 っていうのが右にこの熱が無球の近く向いちゃってるっていう、目つけられてる状態になっちゃってるやつですね。はい、まあないの R なんですけど、まあ、その分一番下のサイドスピン、はい、R170 っていうのが右側に曲がっていっちゃってますよっていう数字になるんですけど、全部右、しかも結構右。角度が 8.9 って結構右なんですかね。それがゼロになってくればくるほどスクエアになるんで、それが次超えると逆に L になるんですよ。レフト。じゃあ左。あれがゼロにならないとまっすぐ飛ばないってことですか。まあそうですね、そうです。ああ、なるほど。前回の、レッスンはアドレスがそもそもちょっと右向いてましたみたいになったじゃないですか。だからそのルーティンを習ったと思う。ルーティンを習ったと思うんだけど、まあそれやってもちょっと右行ってたのは、この当たる時にフェースが開いてるってこと。そういうことです。まあアドレスも影響してたんですけど、実際にこうやって計測してみるとフェースの向きも影響してたかなっていうのが分かるってことですね。だからちょっとずつこう数字を少なくしていきたいなっていう。なるほどね。すごい数字で初めて見ました。そうだね。わかりやすくていいよね。要はそこをゼロにすればいいだけだもんね。すごいですね。そうなんです。なるほどね。で、あとなんかこれから多分ゼロに向けていくと思うんですけど、前回の復習通りスイングできてます？そうですね、そうですね、できてると思います。意識はかなりできてるかなって。クラブ立てるっていうのも意識できてますし、ただ次はその立て方ですね。立てる角度のお話、はい、になってくるんですけど、前は本当にただ単純に一番最初に落としたクラブを立てる、直角に立てます。でそれをスイングプレーンってこう構えてまっすぐじゃないじゃないですか。クラブって振ってた時こう斜めにできますよね。はいはい、そこのラインに沿ってクラブを立てていきましょう。要はちょっと斜めになりますよということですね。今多分皆さんこうやって構えるじゃないですか。はい、こうやってクラブはい立てていきます。こうやって立てていった時にこうやって直角ですよね。はい。それをスイングプレーンってボールと肩を結んだラインになってくるんで、うん、こういう形なんですよ。ちょっとこうじゃなくて、へえ、そっち。そうですそうです。で下ろしてきましたって、あともう今ちょっとまっすぐになってると思うんですけど、こっちなんですよ。そうなんですか。合ってるんですけどね。そう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 。前まではこうだった。そうそうそう。だってその次にこっちに来ますよ。あ、そっか。上げていく時も、はい、ちょっと右手が下に来る形。こっちがそう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 。上げていったらこう、はい、上じゃなくて下。で振ってった後はペピン右手が上に来るよ。はいはい。時計の方文字盤でいうと12時じゃないですか。はい。今12時まっすぐになってるんで、上げてきた時は2時、はい、これですよ、12時、12、私たちから見てですけどね、でもカメラ側から見るとこっちが10時になるからで振っていきましたってなったらミュージアムから見ると向こうから見て10時、はい、12時を2時10時にしましょう。なるほど。ああ、そうなんですね。そう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 、今までこうでしたもんね。そう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 。クラブがそうこうでした。そう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 。そうなんだ。だから次のステップになっていく。そうするとほぼスイングに関してはそこができれば、まあ8割ぐらいはもういい感じなのかな。そうですそうですね。スイングプレーに乗っかっていく形になるんで。なのね、スイングプレーに乗せるってことね。そうですそうですそうです。じゃあそれをなじませながらゼロ度になるのがいいってこと。そうです。なんならちょっと L ぐらいの方に寄っていきたいっていう感じ。ね、結構なんか開いてるイメージあるから余計右にちょっと一回打ってみて。当たるかが不安です。でも軌道に乗ってるっていうのはそうですよね。ちょっとやってみます。ちょっと待ちすぎちゃいましたね。でも今トップです。トップです。いいですよ。そう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 。いいじゃんいいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。ほら L1.3。じゃあ今までこう寝かせる、あ、そういう感じになりますね、感覚としては。これでフェイスの角度が変わっちゃったってことですか？そうです。スイング軌道が変わっちゃうことによってフェイスの向きが変わるってことなんです。なるほど。そうそうそうですね。でこれが R から今ちょっと L になってて、 L の 1.3 ってもうほぼまっすぐなんで1度だけなんで、1度なんでね、分度器入れたらこんなんじゃないですか。本当にほぼスクエアってことなんで、あとはこれでさっき距離何ヤード？70ぐらいか。そうですね、ちょっと70ぐらい。今距離が今60ぐらいなんで、はい、それでちょっと70ヤード目指していきたいな。じゃあ最初まっすぐまっすぐになるわけです。ちょっとやってみます。そう、ナイス。おお、すごい。もう8ヤード。別に刻まなくていいのに。ちょっとずつ伸びてく。0.6 っすよ。あ、すごい。もうほぼまっすぐ。自分の中ではすっごい開いて、上げてる時はすごい開いて、はい、打ってるとすごい閉じてる感じあると思うんですけど、それがスクエアな、まあ、スイングプレーン上に乗っかってるよっていう。感覚と実際のギャップがすごいですね。わかるかなっていう感じ。違う。ちょっともう一回もうちょっと伸ばしたいです。10いきたい。もうこれはでも馴染ませてこう自分のものにしていけばって感じですか。ちなみに今はさっきのは結構いいショットに見えたんだけど、5度右を向いてるんですけど、これは直そうと思ったらどこを直せばいい？今上げていくときに2時方向、振ってった後に10時方向に射程しましょう。だから振っていく方が12時になっちゃってるっていうのが今の。ああ、振り切りの角度なんだ。そうです、そうです。やっぱどうしてもまっすぐにしちゃう癖があるんですね。うん、で、上げていくときよりも振っていくときってクラブが遠心力って言ってこう後ろに移行する力が強くなるんですよ。はい。ですので上げていくときはこう何の力もないですけど、いざ振っていこうとするのに自分は向こうに振っていきたいけどクラブ自体は逆に動こうとするんです。それが遠心力って言うんですけど、はい、その遠心力が発生することによってクラブって振り遅れしやすくなるんですね。その分だけやっぱどうしても2時に持っていくっていう意識を強めに持ってってあげないと、そのまままっすぐ出ちゃってちょっと右に行っちゃうよっていう。へー。10時12時とかです今の。ああ。それはそうだね、開閉してないもん。あ、そうです。閉じてないっていうか、戻しきれてないっていう。なるほどね。戻しきれてないの言葉の意味がそういうことなんです。そう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 。それ分かりやすいね。なんか手首でやるのかって思ってた。その後ちょっと違うなと思って聞いたんだけど。なるほどね。そうそうそう。ただでもそうですね。手首でイメージしちゃうとやっぱ手でこねちゃうからすっごい次になります。どっちにとか、まあ男性の方とか特に腕力がある人が多いんでなりやすい。から絶対そういうイメージは持たなくて大丈夫です。2時を強めにイメージ。2時強めで。はい。もう10時か2時かどっちかよく分かってないけど。もうね、いいんじゃん。いいよいいよ。いいよ。今ね、こう後ろから見ててね。違いますか。そうすごい。ねえ。綺麗だった。すごい綺麗だった。70ぴったり。かっこいい。おー、すごい。早っ。私の。いや、じゃあもう一回行こう、もう一回行こう。バラしてよ。いや、でもすごいよ、なんかすごい開いてる感じするなと思って、自分はやれないなと思ったけど、勇気あるよ。すごい。勇気ある。ありがとうございます。勇気あるって。なんか初めて言われた。いい。やば。どうした？すごい。戻りました。ほら、0.2。やった。もう0.2ですね。すごい。すごい。特にわかりやすいですよね。そうですね。なんか結局自主練とかってなんか。わかんないからこれでいいのかなみたいな、正解がわかんないじゃないですか。当たった時のフェイスが開いてたのかとかもわからないからこうやって見れるといいですね。これめっちゃいい。いいですね。すごいです。もう70超えましたもん。戻りました。素晴らしい。ありがとうございます。なんでそれが次長いクラブにもちょっと影響していくんで、次はちょっとドライバーでやっていきましょう。わかりました。はい、あれはちょっとこれ見てということで、はい、ありがとうございました。